エスパーのうなと、キレイの、やめと、ハー君。はい。本日は、二つ、重大発表があります、僕たちから。あります。はい。あります。シビアなご報告です。かなりシビアですね。本当ですか？そうですね。もう、あ、気にもしてる感じ。9月22日、はい。日曜日に、はい。僕たち、はい。ズームに出演することが決定しました。イエーイ、マジ最高。ズームって知ってます？知ってます。何ですか？ウームのイベントです。そうですね。そうでございます。あ、そうだ、ウームのイベントだ。イベントだ。よくできました、ハリー。ありがとうございます。よくできました。はい、2019年9月22日日曜日に僕たちエスポワールドライブが出演決定したので、はい、うん、はい、本日よりね、はい、チケットの販売開始されるみたいなんで、はい、ぜひ皆さんご都合がよろしければ来てください。お願いします。お願いします。いや、いろいろ用意してるんでね。うん、いろいろ楽しいことや。プレゼントとかもね。うわ、ん、用意してるんで、はい、僕たち初めてのオフ会とかもやったことないんで、うん、初めてのイベントなんで、よかったら見てる皆さん、来てください。お願いします。お願いします。お願いします。2ヶ月期間あるからね。うん、はい、うん。詳細などは全部概要欄チェックしてください。お願いします。はい。で、もう一つは、宇田先輩から。はい。でございます。もう一つ重大発表があるんですよ。何ですか？同じじゃないですか、服装が。はい、そうですね。これは、エスパール T シャツって言うんですよ、これ。どういうデザインしたのこれ。はい。僕がデザインしました。発売もします、ちゃんと。はい。いつですか？どこでいつですか？その発売日が8月1日の18時から発売です。あー、なるほど。夏休み入ってすぐやね。そう。なるほど。で、どこで発売されるんですか、それは。ムーというサイトです。ムーというサイト。何やねん、似てますね。ムーというサイトです。MUUU ね。そうそうそう、ムーっていうね、なんか、いろんなウームのクリエイターのみんなが、自分のグッズを売っとるサイトなんですよ。うん、そこで、僕ら、8月1日、18時から発売します。これですよ。それです。サイズもね、X、M、L、XL があるんかな。4つあります。可愛いもんな、普通に。シャピーン。なので普通に僕たちみたい、僕みたいに普通に私服としてちょっとピチッと着る方は SM、 うでちゃんみたいにちょっとダボっと着たい方は XL とか、そう、 L とか、ね、L とかね、イベントとかに これを着てくれたらね、ほんまや、ね、最高っすね。お願いします。はい、その T シャツの詳細も概要欄に全て貼っておくので、できれば両方お願いします。お願いします。お願いします。ね、はい、お願いします。イベントと T シャツ、 T シャツ最高だな、発売するんで、はい、よかったらこの T シャツを着てイベントに来てください。お願いします。お願いします。マジでよろしくお願いします。はい、イベントも楽しいと思うんで、よかったら来てください。お願いします。お願いします。以上です。以上です。以上です。ではまた皆さん会場でお会いしましょう。会場もやわんねんな。じゃあ明日の動画とかどうすんの。出んねんな自分。そういうことじゃないんですけど。